車で旅 PS 版ソフトネット購入。今日はね、カバさんです。カバさんをね、倒さずね、出せたところでね、紹介していきます。汽車で GO ですね。購入価格2500円。今ね、買おうと思えばね、安く買いますけど、ほぼ新品っていうやつがね、2500円だったんでね、これにしました。やっぱりね、2000円オーバーぐらいがね、相場ですかね。綺麗ですよね。ちゃんとね、これも入ってますし。傷がなければいいんですけどね。あ、全然ピカピカです。説明書がね、どうかな。あ、ちょっと折れてるかな。でもまあ綺麗な方です。これだけの線路がねあるみたいです。4本かな、4線あるみたいですね。こんな感じですね。線路紹介、路線紹介か。季節もそれぞれバラバラみたいですね。そこもいいですよね。 SL 紹介もありますね。皆さん一番知ってるのはデコイチじゃないですかね。まあ、あの鉄道ファンの方からしてみればね、もっと違うよっていうかもしれないですけど、夢ですよね、汽車を運転できるなんてね。視点変更もあったり、汽笛を鳴らす、なんか汽車ならではのね、なんか特殊なものがあって、よくわかんない部分はありますけど、そもそもね、あまり電車で GO をやったことがないんですよね。あ、豆コンっていうのが売ってるんですね。知らなかった。へー、こんな感じですね。運転進行加速して制動して運転評価、信号もありますね。一応資料館もあるみたいですね。スライドショーとかもあるんだ。ポケットステーションで、あんな、ポケットステーションでデータ交換もできるみたいですよ。それもいいですね。まあ、データ交換って言ってもセーブデータ交換になるのかな。ね、コントローラーもいろいろ出てたんですね。知らなかった。力強き蒸気機関車が走り出すって書いてありますね。いいですね。一応3種類のコントローラーに対応してるみたいですね。汽車で GO 台頭です。それではね、動作確認してみましょう。すごいね。We go
Everybody make it up hopes. We go on running to the future so that everybody may get the dream. おいいね、かっちょいい。この歌もいいね。いいオープニングでしたね。汽車でゴー、汽車でゴー。それではね、品川から田町まで行ってみますよ。3番線発車します。ドアが閉まりますからご注意ください。ご注意ください。進行。なんかね、操作がねちょっと特殊なんですよね。なんか蒸気の強さとかを調整してブレーキをかけたりとか。いやー、いいですよねこの音。第2減速進行。どんどんね、あの緑の電車にね追い抜かれていきましたけどね。あれ山手線なんだろうね。一応60キロで進行車は京浜東北線上野行きです。難しいよね電車の号ってね。まあ私が下手なだけっていうのもありますけどね。よし、再加速だ。上り坂なんでね、今これでね加速してない状態ですね。惰性で走ってる感じです。場内進行。まもなく田町、田町です。田町ですよ。40、あの田町ですよ。田町って何があるの。とりあえず止まりますよ。これがね、わかんないんですよ。まあ下手なのはね、多めに見てください。こういうゲームだぞっていうことでね。制限解除。制限解除。どこでブレーキかければいいんだろう。そろそろかな。 OK。 あ、ダメだ、ブレーキかかりすぎ。再加速。よし、どこでブレーキだ。思ったよりブレーキよく効くよね。よし、はい、1メートルオーバーだ。はい、というわけでね、田町に着きましたよ。何があるのかわからない田町にね着きましたよ。よかったらですね、田町のね美味しいお店情報、チャンネル登録、コメントなどなど、どしどし お寄せください。合ってる？というわけでね、また明日。バイバイ。